私ここにレンジフードのところに明かり照明が欲しかったので乾電池式の照明をこのようにくっつけてるんですね。でこっち側もちょっとテープが残ってるので見えると思うんですけど、ここにこんな風に吊り下げて置いたんです。でそれがね先ほどボタンって落ちました。落ちるっていう現象なんですけど、この間は、ちょっとボロボロになってた蜜ろう粘土ですねがボロボロっと剥がれて落ちてきたっていう現象が起きたんですけど、このようにして、ちょっと粘着力の弱いこれは養生テープで止まっていたものなので、接着力も弱いっていうのはあるんですけども、そしてちょっと接着力の弱くなっているものが落ちてくるという現象ですね。原因はヘリコプター、飛行機、重機といったそういった音がひどくて、私がかなりパニックになっている時、かなり辛い時に限って同じような現象が出てます。今ようやく1時台になって、飛行機の通りが少し途切れまして、まともにこう言葉をしゃべることができるようになってます。もう苦しくてたまらないっていう動画を今さっき撮ってたんですけども、本当に本数が半端ないんですよね。1時間半ぐらい立て続けに何本も何本も飛行機が通りました。今回は旅客機よりもヘリコプターが多かったです。振動ですね。その振動が床に地響きしてくるんですね。それはもう身体にも加わってくるので、かなりきつい振動なんですよ。そして物理的にこうしたものが落ちてくる。落ちてくるんですね。それくらい振動があるっていうことなんです。私の感覚、苦しいって言ってるのは個人的な問題だっていうふうに、心の問題だって片付けないでほしいんですね。本当にきついっていうのは、ここ一人で住んでるし、ここに一人で住んでる人じゃなければわからないと思うけど、分かってくれって言っても難しいのかもしれませんけれども、他にもこうした騒音被害、騒音で苦しんでる人っていうのはたくさんいらっしゃって、その方々も苦情を出してるはずなんですね。市役所の環境課であったりとか、国土交通省であったり、防衛省であったり、そうした管轄のある防衛局であったりとかに苦情を出してはいるけれども、現状何もしてもらえてないということなんですよね。そして飛行機やヘリコプターを操縦する人たちっていうのは、空は自由だし、こんなに苦しんでる人たちがいるってことは多分知らないんだと思います。自衛隊の方にも何度も何度も電話してお願いしたのにもかかわらず通ってますよっていう話をしましたら、パイロットに伝わってませんでした、すみませんでしたっていうことを言われたことがあるんですね。そうです、パイロットに伝わってなかったら意味がないんですよ。こんなに苦しんでるっていうのを分かってもらう相手はパイロットなんですよ。事務仕事で電話取ってる窓口の人、あなたじゃないよ。あなたが伝えてくれなかったらさ、苦しむ人はずっと苦しんでるよ。パイロットに伝わったとしても、それがちゃんと伝わってるかもわからないし、自分たち騒音の中で操縦してるからこれくらい大丈夫でしょって多分思うと思うんですけど、大丈夫じゃない人がいるんだよ。そういうの分かってください、お願いだから。そういう訴えのビデオを私はずっと撮ってる。いつか死ぬであろう私。それはもう、これはね、ダイイングメッセージのようなものです。そういったつもりで私はこういうのを撮影しているんです。証拠を取ってるんです。社会問題であるっていうことは分かっていただきたいんです。